インドとその係争中の領土インパ戦争は、インドとパキスタンの間で行われた戦争のこと。第1次、第2次、第3次と、両国間ではこれまでに3度の戦争が行われている。第1次と第2次は、カシミール紛争の過程で、第3次は、バングラデシュの独立に際して勃発した。インドパキスタン戦争とも表記する。1947年に、 イギリスから分離独立した両国は当初から対立を続けていたが1948年に北西部のカシミール地方領有をめぐって武力衝突に発展した。しかし国連の仲介によって停戦しその時の停戦ラインによってカシミールは分割された。これを第一次インパ戦争という1950年代後半より表面化した中祖対立の影響でインドを ソビエト連邦が支援し、インパ戦争ではパキスタンを中華人民共和国が支援しており、中ソ両国の対立が色濃く影響していた。インドと中国は国境線をめぐって対立し、1959年9月にインドと中華人民共和国の両軍による武力衝突が起き、1962年11月には大規模な衝突に発展した。主に、 カシミールとその東部地域のアクサイチン及びラダック、ザンスカール・バルティスターン、ブータンの東側東北辺境地区で激しい戦闘となったが中国人民解放軍の勝利で終わり国境をインド側に進めた。戦後、インドは核開発を開始する。1965年に再びカシミール地方の領有をめぐって インド西部国境地帯を中心に武力衝突に発展、二度目の戦争が勃発した。これを第二次インパ戦争という。翌1966年には国連の仲裁で停戦した。ベンガル地方のムスリムによって構成された東パキスタンは政治実験をすべて西パキスタンに握られており、植民地の様相を呈していた。 また1970年のサイクロンによって東パキスタン国土のほとんどが水没30から50万人に上る死者を出し西パキスタンに位置していた中央政府の怠慢に市民は行き通ったそこで西パキスタンからの独立運動が広がったがその独立を阻止するべくパキスタン軍が制圧を開始したすると東パキスタンから多くの難民が発生し インドに流れ込んだ。しかし当時の貧しいインドに大量の難民を抱えるだけの力はなく、インドは東パキスタン独立のため介入し、1971年に3度目の対パキスタン全面戦争となった。これを第3次インパ戦争という。インドは圧倒的な人員で戦争を有利に進め、主戦線から遠いパキスタンは敗北した。 東パキスタンは1971年12月、バングラデシュとして独立し、翌年7月にはパキスタンもそれを承認した。1999年に、カシミールのカールギル地区で、パキスタン軍及び、カシミールの反インド政府活動家が管理ラインを超えて、インド軍の中屯地を占領し、両軍が衝突した。これを、カールギル紛争という、 インドは1950年代以降は、パキスタンの他にも中華人民共和国とも対立しており、同国が1960年代に入り核保有したことによってインドは窮地に立たされた。中華人民共和国はソビエト連邦と対立した上、アメリカとも対立を続けていたために核を続々と配備したが、インド国境付近への配備も疑うには十分であった。このため、 インドは1974年5月に地下核実験を行って核保有を宣言、世界で6番目の核保有国となった。インドの核保有によってインパの均衡は崩れ、パキスタンがインドに対して一方的に不利な状況に置かれてしまった。これは4度目の全面戦争を食い止める面で大きく貢献したが、パキスタンを核開発へと走らせてしまい、1990年代には、 パキスタンの核保有が囁かれた。なお、中華人民共和国はパキスタンに対して大規模な軍事支援を行っており、核開発及びミサイル開発においても支援を行ったと言われている。この頃国際連合は包括的核実験禁止条約締結に向けて動き出しており、これを受けた1995年の中国とフランスの相次ぐ 駆け込み実験が非難されるなどしたが、1996年には国連総会で CTBT が採択される。しかし、1998年5月にインドが地下核実験を強行、対抗したパキスタンは数日後に核実験を実施し、世界で7番目の核保有国となった。1995年と1999年のカシミール紛争では、 インパ両国の対立が極限に高まり、全面核戦争の危機が語られた。しかし1999年のパキスタン軍事クーデターによって政権を奪取したパルベイズム・シャラフは段階的にインドとの協調路線を取っていたため、過激派のテロ攻撃があっても、政治的には非常に安定していた。しかし、2008年のムンバイ同時多発テロ以降、インパ関係が危ぶまれている。 1947年10月、イギリスから独立して2ヶ月後に、カシュミール地方の領有権をめぐって戦争が始まった1965年8月、再びカシミール地方をめぐって短い戦争が起きた1971年12月、東パキスタンが独立運動を起こし、インドが介入。パキスタン領内を空爆した。結果として、 東パキスタンはバングラデシュとして独立した1974年5月、インドが初の核実験1986年11月18日から1987年3月6日、ブラススタックス作戦1999年5月、カシミール地方カールギルのインドの中屯地をパキスタン軍と武装勢力が制圧。インドは空と地上から攻撃を行い、 パキスタン側を排除した1998年5月、パキスタンが初の核実験2001年10月、インド側のカシミールの国会が攻撃され、38人が死亡。2ヶ月後に、インドの首都デリーの国会議事堂が攻撃され、14人が亡くなった2008年11月、インド西部ムンバイの主要駅や高級ホテル、ユダヤ人の集会所などが同時に攻撃され、 166人が犠牲となった。インドはパキスタンに拠点を置く過激派集団、ラシカレトイバの犯行だと非難している2016年1月、インド北部パサンコットの空軍基地が4日間にわたって攻撃され、インド兵7人と戦闘員6人が死亡した2016年9月18日、カシミール地方ウリのインド軍駐屯地が攻撃され、 インド兵19人が死亡した2016年9月30日、インドはパキスタン側のカシミールにいる武装集団に局地的な空爆を行ったと発表。パキスタンはこうした空爆はなかったと主張している2019年2月、パキスタン軍が27日、カシミール地方の自国領空内でインド空軍機2機を撃墜し墜落した。 操縦士二人を捉えるも3月に解放したことで緊張緩和を演出した。ありがとうございます。